シューティングバーお隅にようこそ。来たわよ、入ったわよ。 G&G FNF2000 シリーズ、今回は箱もかっこいいわね。そして見て見て、このお魚っぷり。こちらがレギュラーの F2000、 こちらが F2000 タクティカルです。マガジンはスタナグタイプの450連多連が付属します。マガジンは自重では落下しません。これは実物も同じです。 11.1V リポバッテリーか 9.6V ニッケル水素バッテリーがおすすめです。フルメタルティースピストンが入ってますので 11.1V でも安心して回せる仕様になっていました。ホップアップの調整はこのリッドを開けて行います。この通りホップアップダイヤルが見えますね。実銃の F2000 って排気口がどこにあるか知ってますか？なんとここなんです。ここから排気をされるともう硝煙がこう顔に来ちゃうわけね。 F2000 の場合、実銃の場合はここからポロポロポロっと排気をされるから顔に直接かからない。熱い硝煙と薬莢の顔面シャワーを浴びなくてもいいってわけ。レシーバーの前の上のこのボタンを押してずらすとこの通り 1.5 倍スコープがこんにちは。アイレリーフもぴったり合ってる。細いけどなかなか明るいスコープよ。このスコープは取り外して他のスコープに取り替えることもできるのよ。 F2000 タクティカルはこの通りフラットトップになっています。つけるサイトは存在感のあるものがいいわね。ベクターオプティクスのオメガなんかどうかしら。マーベルス。セレクターの形状は P90 とほぼ同じですね。まずはセミオート、セレクターを1段階。トリガーフィーリングはいつも通りのキレッキレ。このように途中からトリガーを引いてもちゃんと反応してくれます。次にフルオート、いわゆるプログレッシブトリガーではありません。つまりちょっと引いてもフルオートです。ではお待ちかねの3点バースト。まずはセミオートに切り替えて10秒か。ブリリアント。すごすぎて脇汗が止まらないわ。見れば見るほどお魚ちゃん。 G&G アーマメント F2000 シリーズをゲットするなら永久保証の41で。 41PX 秋葉原へ勝利の栄光を君。